JCB、株式会社 JCB は日本のクレジットカード会社である。通称、略称は JCB 国際ブランド、JCB ブランド運営、カード発行、加盟店契約保有などを行っている。また近年ではクリスプやそのネットワークを活かしたアップルプ、ラインペイなどクレジットカードという枠にとらわれない決済ソリューションを 様々な企業と提携することで生み出してを日本の決済を支える代表的な存在へと成長している。日本のクレジットカードのパイオニア的存在で日本初唯一の国際カードブランドでもある。既存の国際ブランドに加わる日本国内の他のクレジットカード会社と異なり自身が国際ブランドを運営、世界展開して日本のカードを代表する企業へ成長している。 現在では、ビザ、マスターカード、ダイナーズクラブ、アメリカンエクスプレス、中国銀ツラネと共に、世界六大ブランドの一つとして、世界での存在感を強めている。社名は、前身の、日本クレジットビューローの頭文字から、JCB ブランドマークの青、赤、緑は、設立に関わった、当時の旧、東洋信託銀行、現、 三菱 UFJ 信託銀行、青、旧、日本審判、現、三菱 UFJ ニコス、赤、旧、三和銀行、現、三菱 UFJ 銀行、緑三社のコーポレートカラーを取ったものであった。歴代社長は、旧、三和銀行から副討取クラスが代々、派遣されており、現社長の浜川も、旧、三和銀行出身だが三菱 UFJ、 フィナンシャルグループ代表取締役専務を経ての就任三菱東京 UFJ 銀行では常務執行役員2004年に日本審判が UFJ 銀行の連結司会社となったことで設立母体はいずれも UFJ グループを経て三菱 UFJ フィナンシャルグループとなっているただし緑会の会員企業であり三和グループに属しているため2005年に UFJ ホールディングスを吸収した旧三菱東京 FG 側とはカード事業や人的面での交流は行われておらず関わりがない。なお JCB グループあるいはその母体会社の多くは同社へ出資をしておりメガバンク再編の影響で三井住友銀行やかつてはリソナ銀行も大株主となっている。リソナ銀行は UFJ グループに次ぐ大株主であったが 2005年9月に持ち株約12%の売却が報道され、2006年7月に当社と包括的な業務提携を行ったオリックスに約5%、野村証券に約5%、野村信託銀行へ信託、野村ホールディングスに約2%を売却し、主要株主に変化が生じた。その後、2008年5月に野村証券が保有株を トヨタファイナンスの親会社である、トヨファイナンシャルサービスに売却したことで、トヨタグループも主要株主となるなど、事業においては特定の金融グループ色に染まりすぎない全方位外交で展開をしている。2007年6月1日からは、1968年、以来長年親しまれてきたエンブレムのデザインを39年ぶりに変更し、従来のトリコロールデザインを踏襲しながらも、 新しいデザインになっている。この変更時に、青は責任感、赤は活力感、緑は親近感をそれぞれ表現しているものであると、新たに定義付けがなされた。2013年8月1日からは、カードデザイン上のエンブレムのトリコロールをモノトーンとしたものを追加した。2015年6月からのブランドメッセージは、世界に一つ、あなたに一つ。 日本国内向け、ニクリー・ユアーズ、世界向け。もとより、誕生当初から、国際ブランドであったわけではなく、初代社長、河村良介、後に、会長、相談役、二代目、社長、友永正則の意向を受けた、1980年代初めからの、第三代目、社長、谷村隆史、四代目、社長、池内正明、国際部門担当専務、 村田和地下などによる積極的な世界展開により世界5大クレジットカードブランドの一つとしての地方を確立した。中国銀ネが国際市場に進出するまで長らく米国系以外で唯一の国際ブランドであった。また日本国産ということから侍カードという故障が現れ2000年代後半からは入社案内資料の写真においても公式に使われている。 また近年では JCB が運営するクイスプが普及している。2018年3月末の時点で会員数は888万4000人、前年同期151.5%となっている。当初からカード利用代金の銀行口座からの自動振り替えを当局の承認のもと民間企業としては初めて行い、その後のカード、 審判などの利用代金の自動振り替えによる支払いが一般化するのに宣弁をつけ、極めて大きな影響を与えた。会員数、加盟点数及び取扱い高の推移は次の通りである。なお、2006年度及び2011年度に集計基準が変更された、そのため、 例えば2006年3月末から2007年3月末にかけて日本国外会員数が減少している。近年会員数、加盟点数ともに世界的なキャッシュレス化の流れから急成長を遂げている。かつては海外で使えないというイメージ通り、加盟点数は他社ブランドに比べ大きく引けを取っている。また JCB が運営する。 クイスプの会員数も増加している。また JCB が運営するクイスプにおける会員数も急激に増加しており、2018年3月末の時点でクイスプ会員数は888万4000人、前年同期比151.5%となっている。JCB は世界の古大クレジットカードブランドの一つ、ユニオンペを含める場合は6社であって、 日本を発祥とする唯一の国際ブランドである JCB のロゴマークをつけたクレジットカードはすべて世界各国の JCB の加盟店で利用することができる。また JCB ブランド共通サービスを利用することができる。1981年に初の独自加盟店を香港で獲得したのを始まりとして、 日本国外にも加盟天網を広げており、日本国外の展開国数、地域を含むは1987年に100カ国を、1996年に160カ国をそれぞれ超えた。日本国外の加盟点数は、2016年に2100万点、2006年比、約3倍を超えた。現在も急成長を遂げており、日本の JCB から、 世界の JCB へと変化をしていい。JCB では海外業務を行うための子会社として株式会社 JCB インターナショナルを設けている。JCB カードは日本国内ではトップクラスの加盟店網を持っている。特に東京、大阪にあった企業が合併し、九州においても早くから営業展開をし、北海道においても関連企業を設立していたた。 全国的に偏らない加盟店網があるのが特色となっている。個人経営などによる小規模な商店や単価の高い寿司などの料理店では JCB ロゴの照明看板を掲げて実際に JCB のみ加盟しているものも買った。逆に近年では JCB の加盟店手数料、特に料理、飲食店がビザ、マスターカード加盟学者の加盟店手数料に比較して 高い傾向があるため、ビザ、マスターのアクワイアラート加盟店契約を結び、JCB の加盟店契約を結んでいない店舗も存在する。アメリカンエキスプレス及びディスカバーカードでも、JCB との提携により、ほとんどの JCB 加盟店で利用ができる。ただし加盟店手数料が、JCB や MEX ディスカバーともに異なるため加盟の判断で取り扱っていないことがある。 ハワイやグアムでは JCB 側の積極的な施策によって観光産業系の物販店では大半がビザなど他のクレジットブランドと合わせて JCB に加盟している。一方、北米本土地域では主に高級ホテルや日本人街の物販、飲食店、サイモンプロパティグループ、チェルシープレミアムアウトレットといった日本人、 日系人が頻繁に利用する号や地域を中心に加盟店を整備してきた。しかし、加盟店数は多くはなく、ショッピング利用について支障が起きうるとされてきた。例えば、米国のセブンイレブンも JCB には加盟していなかった。しかし近年、ディスカバートの加盟店相互開放により利用が可能となり、加盟店網は整備されてきている。2006年になり、 米リディスカバーカードとの提携締結により2007年秋から米国の同ブランドの加盟店で JCB カードを利用することができるようになった。スペインではスペイン三大銀行連合のすべてと提携している。ブルガリア共和国においては1985年8月にボールカンターストクレジットカードインク。 と加盟店業務におけるライセンス契約を締結したことを始まりとして加盟店の拡大を図ってきた。そして2006年3月1日からトラカード SA と提携してブルガリアで初の IC クレジットカードトラカード JCB というカードの発行を開始するなどして現地での発行拡大も目指している。ベネルクス三国では1983年から JCB が JCB カードの加盟展望を広げてきたが、2006年1月にオランダ国内で最大の加盟展望を有しているペースクエアとライセンス契約を締結したこともあり、ベネルクス三国における加盟店が広がっている。ブラジルにおいてはシエロ社と提携しており、シエロ社のカード端末を使用することで JCB カードで決済することができる。また、 2013年9月には、ブラジルの政府系金融機関である経営ケナ並か、フェデラルとライセンス契約を結び JCB カードを発行することで合意したことが発表された。2018年には、会社とのクレジットカード発行が開始。その他の国では、アルゼンチンにおいては、ファーストデートと提携しており、JCB カードが使用できる。さらに2015年1月からは、 コロンビアでもレデバンマルティカラーと提携して利用できるようにするなど名店網の拡充を進めている。エジプトアラブ共和国では1994年にアラブアフリカ国際銀行と加盟店業務契約を締結したことをはじめとして2005年10月には同国最大手商業銀行のボンクミサー SAE と加盟店業務契約を締結し加盟店を拡大している。 大韓民国や台湾をはじめとしたアジアでは、毎年多くの日本人が渡航する上に、現地銀行、カード会社との提携により、現地人向けの JCB カードを積極的に発行していることもあり、下記、日本国外の JCB カードの発行形態を参照、日本並みの加盟点数は誇っている。中華人民共和国では1982年に、 世界のすべてのクレジットカードに先駆けて、カード加盟店を北京市で整備し、他の国際的なカードに一種を報いている。また、2011年、平成23年8月には、シティバンク、NA と提携して、香港、ベトナム社会主義共和国、タイ王国、フィリピン共和国、マレーシア及びインドネシア共和国における同社のカード加盟店において、 JCB カードの取り扱いを開始した。なお、シンガポール共和国、台湾及びグアムでは、従来から JCB カードの取り扱いがされていた。中国や韓国では、近年、ビザなどの高額手数料を嫌い、手数料を引き下げている JCB カードの加盟店舗数や利用者数が、急増している。また、中国では、銀聯とのスイッチカードが、 多数の中国の銀行から発行されており、ベトナムでは多くの現地銀行との提携を開始している。JCB カードは、の3種類の会社等によって発行される点に特徴がある。ビザやマスターカードは、ビザインターナショナルサービスアソシエーション自身やマスターカード、ワールドワイド自身は、クレジットカードを発行しない。 JCB とそのフランチャイジーが発行するカードの他に JCB が審判会社や流通系クレジットカード会社などと提携しこれら JCB ブランドカード発行会社以下提携会社発行するクレジットカードでも JCB の加盟店で利用できるようにしたものがある加盟店開放型カード提携会社が発行する JCB ブランドのカードの審査発行請求 問い合わせなどの各業務は JB ではなく提携会社が行う。提携会社が発行する JCB ブランドのカードは提携会社のサービスと JCB ブランド共通サービスを利用することができるが JCB のフランチャイジー向けのサービスは利用できない。加盟店開放型カードを発行する場合、従来は JCB との直接提携が必要であったが近年においては クレディセゾン、正確には、子会社のキュービタスがプロセッシングを請け負い、JCB を含む各種国際ブランド及びセゾンブランドを付加したクレジットカードが発行されるようになっている。1981年に国際展開を開始した当初は、JCB の現地法人などが在外法人向けに JCB カードを発行していた。そして、1985年に、 香港の現地居住者向けカード発行を開始した。近年、特にアジアで現地の銀行やノンバンク、イオンクレジットサービスの現地法人を含むと提携し、現地人向けにも JCB カードを発行をしている。これらの JCB カードも国内のブランド発行会社の JCB カードとほぼ同じ扱いになる。日本国外の発行会員数は1999年に100万人を、 2002年8月末に300万人をそれぞれ超えた。2005年4月から中華人民共和国の国内銀行として初めて中国銀行が JCB ブランドのカード中銀 JCB クレジットカードを発行した。2007年9月から中華民国の連邦銀行2002年より JCB カードの現地発行を開始は JCB が開発した。 非接触決済方式 J スピーディー搭載のクレジットカード美風広場 JCB カード発行する。2006年3月1日からブルガリアのトラカード SA と提携してトラカード JCB というカードが発行されたが、これはブルガリアで初の IC クレジットカードであり JCB にとってもヨーロッパにおける初の JCB ブランドの IC カード発行となるものであった。 グローバル非接触 IC プログラムとして JCB コンタクトラスを展開している。これに関してはビザインターナショナルアジア太平洋地域と決済仕様の共用化に関して提携することが発表されている。また JCB はマスターカードインターナショナルと共通の非接触 IC 決済の通信プロトコルを採用することでも合意している。JCB はイシュアーとして 各種の JCB カードを発行している。また、以下の各種サービスは、JCB および JCB の FC 社発行以外から、発行されたカードでも JCB カードして受けられる場合もある。なお、JCB および JCB グループでは、信用審査を行うために、全国銀行個人信用情報センター、株式会社 CIC および、株式会社日本信用情報機構の、 信用情報機関にそれれ加盟しているブランドカード発行会社による JCB カードはその発行会社が審査を行う。2009年8月3日から JCB にて募集開始した新型のプロッパーカードシリーズ。スタンダードとイクスティッチのカテゴリーがある。マッチチェックの登録が年会費やポイントサービスなどの優遇適用条件となる。イクスティッチ エクステージは29歳以下のヤング層を対象としている。申し込みにあたり、マッチチェックの利用が強制となる。スタンダードタイプよりも年会費やサービスが優遇されるが、初回のカード更新時までに退会した場合は2100円のカード発行手数料が発生する。公式ウェブサイト上で利用代金名細書や利用可能額などの紹介、資料請求。 JCB ギフトカード、クエカードの購入、利用限度額増枠申請などの手続きが行えるサービスである。JCB グループ発行のカード会員はこれに登録することによって、J、セキュア、3D セキュアやマッチチェックの登録が可能となる。マッチクビーは、クレジットカードの番号が354から始まる16桁である。 JCB グループ発行の JCB カード一部を除くの会員が利用することができる。これには JCB にクレジットカード業務を委託しているブランドカード発行会社も含まれ、その JCB カード会員も利用対象となる。JCB とフランチャイズ契約を結んだ JCB グループや三菱 UFJ ニコス株式会社、 UC カード株式会社との共同出資により、設立された株式会社 JMS が JCB カードのアクワイアリク業務を行っているほか、アメリカンエクスプレスインターナショナルインク、アメリカンエクスプレスインターナショナルインコーポレーテッド、日本社及びシティカードジャパン株式会社と、被げしていて、JCB に加えて次のブランドの加盟店も取り扱っている。 JCB ギフトカードは JCB ブランドの全国共通商品券である。国内の JCB カード加盟店の内ギフトカード契約をしている50万以上の店舗で扱えるが他社同様チェーン店以外の支柱の物販、飲食では取扱い表示をしていないところが多い。カード会社のギフトカードは JCB が開発し各社に広まったもので、 汎用型商品券に宣弁をつけ、百貨店の共通商品券の発行にも影響を与えた。JCB ギフトカードは JCB の他にイオンクレジットサービス、日立キャピタルなどブランド発行会社と全日空や丸いマ,マイなど一般企業と提携したものが存在し、提携 JCB ギフトカードは券面は通常のものと同一デザインで提携会社のロゴマークや XXXX、提携会社の通称名ギフトカード表記がなされている。また、九百九十年代から九百九十九年を中心に高額、一万円券を中心に偽造券が大量発生したため、二千年にデザインを変更。横約一点一センチメートル幅の模様が変化する、ホログラム、先造模様、マイク文字、新王版印刷など、 紙幣に匹敵する偽造対策を盛り込んでいる。現在は5000円券と1000円券のみ発行。2007年6月より JTB と、定型事業開発会社、株式会社 J&J 事業創造を設立を、設立したことにより、JTB の商品券事業を合弁化、JCB 及び J&J が発見、加盟店の管理を担当する形態となる。 JTB の汎用ギフトカード、ナイスショップ、宿泊施設利用券、ナイススティ、JTB 旅行券、ナイストリップは2007年5月で販売終了となり、ナイスショップは JCB ギフトカードとして利用を出る JTB ナイスギフトへ移行した。また、従来のナイススティとナイストリップについては、JTB 旅行券、JCB ギフトカードとしては利用不可として統合した。 JCB ギフトカードの他にもヨドバシカメラ商品券のような時点内のみ扱える商品券の自宅発行も行っている。JCB クエカードは2005年の JCB と株式会社クオカードの業務提携によって2006年から発行が開始されたクエカード。JCB ギフトカードが取り扱えずにクエカードが 使えるコンビニエンスストア等での利用を想定した新たなギフトカードとして JCB から発行されるが使い勝手はクエカードと全く同一である。従来小田急百貨店のハウスカードと各種ポイントカード発行のみであったが2004年から小田急グループ共通のポイントカード OP カードと三菱 UFJ ニコスのライセンスによるビザ マストローカードブランド及び JCB 提携の OP、インターナショナルカードを発行するのにあたり、ポイントカード業務とクレジット会員募集以外の業務のうち、OP インターナショナル JCB カードと従来のハウカードの業務を JCB へ委託している。なお、OP インターナショナルビザ、マスターカードの会員募集以外の業務を三菱 UFJ ニコスへ委託している。三菱 UFJ ニコス、 UFJ カード、MUFG カードのライセンスによる、ビザ、マスターカードブランド及び JCB 提携の J、ウエストカード発行にあたり、JCB カードの業務の一部を JCB へ、ビザ、マスターカードの業務の一部を三菱 UFJ ニコスへそれぞれ委託している。JCB は、クレジットカード事業と並行して以下のサービスを行っている。また、タスポの 電子マネー機能、ピデルの運営管理事務も自宅していた。JCB が発行するクレジットカードにはカード自動負帯保険が付く。この3つがあり、クレジットカードの種類によって負帯する保険の種類が変わる。詳細は公式サイト内リンクから各自確認されたい。JCB は2004年5月26日にクレジットカードの不正使用検知。 セキュリティシステムの JCBEGIS を導入した。それまで使用されていた FDS に複合させる形で導入されたもので、試行導入された2003年10月から翌年5月頃までの約半年間で不正被害金額を前年同月比約3割から4割削減する実績を上げたものである。JCB では2003年に発表した JCB 経営ビジョン2010という経営戦略に基づき次世代システムを開発した。この次世代システムの開発は2004年9月に発表され、2005年2月には日本審判、当時及び UFJ カード、当時もこの JCB のシステム、システム全体のうち業務系機関システム及び災害対策システムが対象をベースにすることが発表された。 このシステムは2008年度に本格稼働を開始している。なお、三菱 UFJ ニコス QUFJ カード及び日本審判は財務体質強化のためこのシステムをベースにし、システム構築のための共同化プロジェクトを凍結している。ここでは日本の JCB カード発行会社を挙げる。ただし、会社法に定める会社以外の法人も含まれる。出店は、 JCB のパートナーカード発行会社一覧。JCB は東京ディズニーランド、東京ディズニーシーの参加企業、オフィシャルスポンサーとしても有名であり、東京ディズニーリゾートのオフィシャルカードとなっている。提供アトラクションは東京ディズニーランドのアトラクションである2014年7月お及び東京ディズニーシーのニモフレンズシーライダーであり、 利用対象者が限定された、スポンサーラウンジ、JCB ラウンジも合わせて設置されている。東京ディズニーランド開業時より長きにわたり、園内では JCB カードしか使用できなかったが、東京ディズニーシーのオープンに前後して、JCB、含む、アメックス以外の日本国内、クレジットカード会社とも加盟店契約を行った。これにより、ビザ、マスター、 ダイナースの国際ブランドが付帯されたカードも利用可能である。ただし、レジなどでは従前から JCB ロゴ単体が大きく印刷された案内ステッカーのみ掲げられていることから JCB 以外のカードは使用できないと誤解している利用者もいる。なお、JCB ギフトカードについてはオリエンタルランドの敷地内ではエクスピアリやディズニーホテルを除き使用できない。また、 かつては、電子マネークイスプも利用できなかったが、ID や交通系、IC カードと共に2018年11月5日から一部店舗を除いて利用できるようになった。JCB マジカルなどのキャンペーン施策で、JCB、スポンサー貸切日への TDL 招待、TDR バケーションパッケージ TDR1、デイパスポート、特製デザインのクエカード等を景品として用意している。 世界のディズニーパークの中で JCB がオフィシャルカードになっているのは東京ディズニーリゾートだけである。他のパークではアメリカディズニー社とスポンサー契約を結んでいるビザがオフィシャルカードになっている。また、XPR ではオリコによる提携カードを発行しているほか、非接触決済方式にはマスターカードコンタクトレスを採用している。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。